皆さんこんにちは、手作りママちゃんです。今日は鬼滅の刃、ひらひら蝶が舞う髪飾りを作ります。胡蝶忍、かなえ、かなお、あおい、蝶屋敷のメンバーがお好きな方や、どこにもないデザインの髪飾りを作ってみたい方は必見です。38mm のくるみボタン製作キットを使います。内側の円にイラストが入るようにしてください。内具に布をセットします。強く押します。同じようにもう一つ作ります。オーガンジーのフリルリボンを使います。100円ショップで購入できます。並縫いします。リボンの形を整えます。くるみボタンに合わせてリボンの長さを決めます。グルーガンで貼り付けます。蝶々のパーツを使います。半分に折り目をつけるとひらひらとした感じが出ます。グルーガンで留めます。同じようにもう一つ作ります。内側の円を使います。フェルト生地です。中央に切れ目を入れます。ゴムを通します。ゴムにビーズを通すと綺麗です。ゴムの結び目を中に隠します。グルーガンで留めます。同じようにもう一つ作ります。本物の蝶々のように綺麗です。鬼滅の刃、ひらひら蝶が舞う幻想的な髪飾り。完成です。胡蝶忍やカナオ好きの女の子におすすめです。あなたもぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは簡単かわいいをテーマに身近なものを使って誰でもできるキャラ弁、キャラケーキ、ハンドメイドの役に立つアイデアをたくさんご紹介していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。コメントや作レポもいただけるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。